どうも影やんです。今日はですね、どこまでできるかということについてお話ししたいと思います。そうですね、どこまでできるか、挑戦するというか、そういうことですね。挑戦することなんですけども、最近で言うとね、晩ご飯ですね。晩ご飯を極力減らすというところですね。これにこう挑戦といえば挑戦していると。で、昨日も、梅干し、夜がね、梅干し2個ということで、なぜ梅干し2個やったかというとですね、1個じゃなくて2個やったかというと、ジョギングをしたんですね。ジョギングを8キロ弱のジョギングをしてですね、でちょっと体が疲れてるかなと思って、その疲れを取るためにですね、梅干しを2個と。ほんで、その梅干しがうまいっていうのもありますね。なんか梅干しがうまくなってきてるんで、ちょっと梅干しでもっと美味しい梅干しをちょっと探してみようかなと。で、時間があればですね、道の駅とか行ってね、ちょっと梅干しを買ってみようかなというふうなことをちょっと考えています。ちょっと梅干しに凝っていくようなこと。あとですね、ぶどうですね、空手ですね。空手どこまでできるかというところで、今年はね、2回こう昇級試験を受けてですね、ちょっとずつこうステップアップというか、アップというほどでもないですね。本当にね、進歩はもうちょっとだけですよね。結局毎日訓練というか、そういう空手のその基本動作をやったりとかね、肩をやったりしても全然ではない。ちょっとそれは進歩してるとは思うんですけども、なかなか進歩が分かりにくいものではありますね。で、これもね、どこまでできるかというところで、まずね、目標としては8年間ですね。だから今年1年やったら、あと7年間でどこまでできるか。もちろんその後もずっとやるんですけども、この7年間ぐらいでこうある程度のレベルまでは持っていきたいなと、空手に関してはそういうふうに思ってます。ほんで、黒帯を取った時点ぐらいからですね、もうちょっと早めにやりたいんですけども、その古武術というか、古武術ですね、そっち側の方の稽古というか、そっち側もちょっとやってみたいのと、それをするにあたってね、こう仲間を見つけてね、一緒にこう切磋琢磨していくような仲間を見つけたいなと。その武道に関してですね、一緒にこうやっていくような人が見つかればいいかなというふうに考えております。で、武道に関してはそういう感じで、健康に関してはその晩ご飯をこう抜くことっていうか、ちょっとだけね、梅干しにすることであったりとかね、そういうことでどこまでできるかと。で、ちなみにね、昨日は睡眠時間、今日ですよね、睡眠時間は8時間寝ました。8時間以上寝たと思います。だからぐっすり寝れてると。だからそんなにご飯を食べなくても寝れるような状態にこうなってきたなというふうなところでありますね。ほんで、もちろんその商売の方もどこまでできるかなと、いろいろ動き出してはいますけども、どこまでできるかというところですね。商売というか、自分のやっていく活動がね、どこまで広げられるかと。で、一人でできる範囲っていうのはこう決まっている。一人は一人分でしか動けないんで、ちょっとね、一緒にやってくれる仲間というか、パートナーというか、そういうものもちょっと考えていかなあかん。スタッフを雇っていくこと、雇うというかね、契約の形になると思うんですけども、そういうスタッフさんをね、ちょっと育てるというかね、作っていく必要もあるかなと、これからそういうふうになってくるかなと思ったりもしてます。だからですね、その今日のテーマであるどこまでできるかなんですけども、そういういろいろ自分が取り組んでいることをやっていることで、どこまでできるかっていうのをやっていくということですね。時間が限られてるんで、その一つ一つピンポイントにどんどんやっていくんですけども、そんなにね余裕はないですね。どんどんやっていかないと。だから一日一日がものすごく時間が経つのが早く、過ぎていっております。なかなか、もうちょっと欲しいなと。28時間、こんなん言ってもしゃあないんですけど、28時間ぐらい欲しいなと。あと4時間余裕があれば、それそれを作ってね、工夫してやるのが、自分のスキルアップですね。その辺の時間の使い方のスキルアップというか、そういうこともしていくようにしていかないと、どうしても絞っていってね、やっていかないとですね、そんなにできないですからね。で集中力はねある程度は続くんですけど、こういろんなこうことをこうやりながらのことでやっていくんですね。その一つのことずっとやるっていうのはなかなか難しいですけども、これやって次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 これやってお客さん施術してで次これやってお客さん施術して次これやってこれやってこれで走ってとかいろいろね、そういうふうにこうやっていくということで、こうやっていくと、うん、まあまあ集中力というかそういうのはこうそんなにそがれない状態で、ちょっとねご飯食べた後がね、ちょっと集中力が落ちる時があるんで、その辺のご飯の量も考えていますが、今僕が、食べるのは昼ご飯、ほとんど昼ご飯のみになってるんで、そこは充実させたいなというのと、やっぱりそこで食べ過ぎてしまうとちょっと動きが鈍くなる時間がちょっとあるんで、そこをちょっとこうセーブしながらでもそれなりにこう食べるということをする。ただまあだんだんその自分の楽しみ、まあ、お酒っていうのがまあ楽しみではあるんですけども、前のよりも楽しみの度合いをこうが減ってるというか、そこまでねこの特にね、この5日間というか金曜日から火曜日のその食事に関してはね、そこまでこだわって、楽しみにする必要はない、ちょっとした休憩ぐらいの感じで、食事をしていってですね、で水曜日と木曜日だけはねこう食事を楽しんでこうやると、でお酒も飲むというところですね。だんだんそのお酒の楽しみが今日水曜日か、ほな飲めるんやなって言って飲むという感じで、明日は飲めるぞ、よし明日は水曜日やっていうような感覚はちょっと、なくなってきてる。それじゃない喜びを、面白さを感じているということですね。その、気づきであったりとか、その新しい発見であったりとか、新しい知識であったりとか、それを知恵に変えることであったりとか、そういうことのこう喜びをこう、喜びというかね面白さをこうちょっと感じてきているんで、ちょっと、自分の中の意識がこう変わってきてるかなというふうには感じています。まあまあこれからもっともっとそっち側の世界が面白くなっていくんだろうなというのはもう大体分かってるんですけども、だから時間が欲しいということで、まあそれはそれとして、まあどこまでできるかといろんなことをこう、ある程度追求していってやっていくのが面白いんで、やっていこうと思っております。ということで今日はどこまでできるかということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。